2時間半私話して30分質問を受ける。で質問の時ある男性から質問来たんですよ。私に先生エジプト人ですよね。はい、そうです。なぜエジプトは痴漢が多いですか。痴漢、痴漢と何、女性は朝日痴漢と何で、痴漢と何で。火曜日の授業で男性に痴漢と何でこんなふうにした。これ何で、痴漢と何で、女性は朝日男性痴漢と何で、痴漢と何で、痴漢と何で。皆さん、さっかってるの、痴漢と何で。